こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、この公明党さんからいただいた小さなチラシをしっかりと読み込んでいこうかと思います。まずね、先頭にはこういった青空と、つながり支え合う社会へ公明党と書いてますよね。そしてポストコロナを希望と安心の時代にと書いてます。これがね、私がね解釈するに、この時代だからこそ誰とつながっていたのか、誰と支え合ってきたのかってことを再認識することができるんではないかなっていうふうな、ポジティブなこのね、キャッチコピーだと捉えています。こういう苦しい時代に自分は誰とつながっているんだろうか、誰が私のことを支えてくれているんだろうか、自分は誰を支えているんだろうかってことをさらにね認識できる。もしつながっていない、支え合っていないなと思うようでしたら、公明党さんの方に連絡していただくと、すぐにね支え合う仲間が見つかったり、つながり合う仲間が見つかるってことなんではないかなと思いますし、必ずしも公明党でなくてもね、久しぶりに親戚とかお父さんお母さんや子供たちのところに電話をして、つながり合うことを確かめ合ったり、困ってることはないかと、何か傷ついていることはないだろうかっていうふうにね、お互い声を掛け合うことによって、もう一回絆が取り戻せるんではないかなっていうふうに私は解釈しました。そういう優しい気持ちがね、公明党さんの中に入ってるんじゃないかなと思いましたね。ということで、トップページはしっかりと読ませていただきました。そしてピラッと1枚めくるとですね、こういうふうな見開きになっているわけですけども、一番上、誰一人置き去りにしないデジタル社会へということでございます。これは意味が2つ通り捉えられていて、これからのデジタル社会に関しまして、インターネットを使うことに対して誰一人置き去りにしないよって、ちゃんとネットのスキルっていうのは少しずつだけども教育していきますよってことなのかもしれませんし、もう一つの意味としては、人のね命とか生活に対して誰も置き去りにしないよっていうメッセージかもしれません。どちらかというとそっちの方が助かるんですけどね。少子高齢化、人口減少が進む中、デジタル化は地方創生の大きな武器。確かにそうですよね。だからね、70代80代の人にこそこのインターネットというものを活用していただいて、デジタル社会にやっぱりね乗っていただかないと、皆様の知恵が活かせない、そして皆様がどこで困っているのかわからないということになりますので、今ね本当人が少ないんで、一個一個の訪問って訪問する方もきついんですよ。ですんで、誰か来てくれればなとか、誰も来てくんないよっていうことではなくて、そのスマートフォンでね、テレビ電話とかテレビ会議って本当簡単にできますので、そういうふうな方向もちょっと見ていただくと、お互いに支え合うことができるのかなと。インターネットで発信したい人もいる、そしてインターネットでいろんなね情報とか受け取ってくださる方がいれば、届ける甲斐もあるっていうことなのかなと思いますよね。で、マイナンバーカードを活用した行政手続きの完全デジタル化って書いてますんで、やっぱり公明党さんもね連立組んでるだけであって、マイナンバーカードをどんどん普及したいという思いなんですよね。で、私もマイナンバーカードみたいなものの普及はすごく賛成なんですよ。今ね、外出しようと思ってもカードがたくさんあるんで困っちゃうんですよね。で、セキュリティの面はセキュリティで考えればいいと思うんですよ。それこそカードなんていらないと、スマホ認証にすればもうこの中で全部済むんですよ。カードを全てアプリ化してこの中に入れてしまえば、セキュリティ関係も万全ですからね。そのぐらいのことはできると思うんで、マイナンバーカードをスマホに入れるように私は進めていただきたいと思います。それが本当のデジタル化だと思うんですよね。で、医療介護の負担軽減へということですよね。高い高額機器とか介護ロボットっていうのもどんどん導入するべきだと思うんですけども、それには私たちの意識改革も必要で、やっぱりね人にやってもらいたいっていうところから、人でなくちゃダメなところと、でも大部分は機械で代替できるところがありますんで、そういうことを意味しているのかなと思いますよね。で、子どもたちの学びの保障、一人一台のタブレット、これは今でもできるんじゃないですか。タブレットって結構余ってますよ。だからなんとかねタブレットの無償支給とかをしていただきたいと思いますよね。で、 ICT を駆使したスマート農林水産業を支援し、経営の改善や人手不足対策を推進。これもとってもいいんじゃないですか。やっぱり第一産業っていうのはこれからもっともっと人手不足になってきて、高齢化になってきますから、いろんなね ICT を活用していかないと間に合わなくなってくると思います。そこに対するね資金とか人材っていうのを優先的につけていかないと、このデジタル社会ってものは私たち日本に訪れないと思います。2番目、コロナ禍から国民を守り抜くって書いてますよね。これが非常に重要なところですよね。新型コロナウイルスの感染拡大により未曽有の国難に直面しています。大衆直結の公明党、まさに大衆直結の公明党だそうなんで、お困りの方はまず公明党さんにご相談いただくといいかと思います。近くに必ず事務所があります。れいわ新選組は近くに、ね、事務所がないんですよね。 N 国ともないんですよ。となると政権に直結している公明党さんに何らかの、ね声を届けるのはいいんじゃないかなと思います。確かに公明党さんに対しては良くないね、先入観を持っている方多いと思うんですよ。選挙の時だけガンガン来てね迷惑でしょ。それは分かって気持ちも分かるんですよ。
でもだからこそこういう時に、いや選挙の時にあれほど来たんだから今度はこっちから行かせてもらいますよみたいなことをね言っても、あの聞いてもらえると思うんですよ。で公明党さんでも創価学会の方でも、あの別の普段の暮らしがありますんでね、そこはあの人権を守りながらね、あのやっぱり配慮しながらアプローチをしていっていただきたいと思います。無礼になっていいってことではないですからね。でコロナ禍から国民の命と暮らしを守り経済の立て直しに全力を挙げていますと割には全然私たちの暮らしはね立て直ってないっていうのが素直な意見でしょう。そして公明党の党員さんは楽勝な暮らしを送ってると思うんですよ。まあ全員じゃないと思いますけどもね。で公明党さんの目から見て、あの困ってる国民がいるなとか党派に関わらず、まだ苦しい方がいるなと思ったらやっぱり全力を傾けてほしいんですよ。ちょっと今でもねまだ他人事なんじゃないかなっていうふうに思わざるを得ないというのが公明党の外から見た国民の意見です。で一人一律10万円の定額給付金を実現とかね、個人事業主に最大300万、中小企業に600万を給付する家賃支援給付金の創設とか、学生生活が苦しい方に20万円を給付するとか、いろいろ誇らしげに書いてますけども、でもねこれは本当にこれはありがとうございますなんですけども、じゃあもっと苦しいこのね10月11月は何をしてたんだってことなんですよ。で確かにこれやってくれたのはありがたいんですけども、今の時期黙ってちゃダメでしょうと、今の時期にもっとすごいのをねどん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 打ち出してくださいということなんですよね。それが国民の暮らしを守るってことなんですけども、残念ながら国民の暮らしは公明党さんといえどもね守ってくれてません。自民党と同じような方向で今動いてるとしか見えないんで、ちょっとここは残念なところですよね。きっと公明党さんやその他の方にも思いがあるんでしょうけども、いや結果が全てですからね。自殺者を増やしちゃダメなんですよ。お亡くなりになった方が今回いますけども、これはね誰のせいなんだって話になってきますからね。まあコロナが悪いといえばそうなのかもしれませんけども、でも守る手立てはあったはずなんですよ。特に与党を持ってる方、公明党さんも自民党も与党でしょ。だから国民の命は守れたはず、最低限で命を守れたはず。これはあの公明党さんとしてもね、自民党さんとしても与党を預かる者として、政権を運営する者として恥ずかしいと思わないといけないですよね。人が戦争でもないのに人が死んでしまうと、徴兵もしてないのに人が国内で死ぬわけですよ。日本で死んでるんですよね。もうこれはね責任を感じていただきたいなと思いますし、私も無関係だとは思いません。私も、責任の一端あると思いますんでね、これから何をするべきかね、やっぱこう考えていかないといけないと思いますし、その第一陣としてちょっと公明党さんにも分かってほしいなと思ってます。とりあえずあの政策をよくね自分なりに理解するところから始めていこうと思いますんで、このパンフレットねいただいた瞬間に捨てる人もいると思いますけど、私はしっかり読ませてもらいますからね。で3番目、防災なんとかって書いてますよね。防災減災復興を社会の主流に。そうですね、今も災害中だと思うんですよ。ここにはね災害に駆けつけた山口代表ほか幹部の方の美しい正座をした姿が写ってますけども、これをね今の写真を載せてほしいですね。こうやって過去の栄光じゃなくて今どうしてるんだってことなんですよ。今誰の前にひざまずいてこうやって話聞いてくれてます？私は聞かせてもらってないですし、私の YouTube にコメントくださってる方は多分公明党さんに何も聞いてもらってないと思うんですよね。公明党のね事務所に来いって言うんだったら行かない方も責任の一端はあると思いますけども、この時は山口代表が市民の前に来てくれたわけでしょ。この写真を撮るために来たわけじゃないと思うんですよ。この写真撮るためにパフォーマンスでこうやって座ったんですかね。で座って写真が撮影終わったら、あいお疲れみたいな感じじゃないと思うんですよ。災害減災へ、中期長期的な視点に立った5カ年計画の策定に取り組むほか、5カ年計画は今何年目なんでしょうか。終わったんですかね。どうでしょうか。で国土強靭3カ年緊急対策を延長し、十分なインフラ整備へ予算を確保、予算の確保してくれてるんですかね。どのくらいの予算の確保なんですかね。その他氾濫を防ぐ、これはね聞いたことあります。河川の氾濫を防ぐ、これもね本当に重要なことだと思います。ホテル旅館などの分散避難を前提とした避難体制の構築、これもねなかなか一朝一夕にはいかないと思います。一朝一夕にはいかないと思いますけども、よろしくお願いします。避難生活から生活再建まで切れ目なく支援する災害者見守り相談支援事業の拡充、これは拡充してコロナの方にも拡充してください。ぜひよろしくお願いします。
ということで内側の方はしっかりと読ませていただきました。そして私なりのね提言もさせていただきました。改めてこちらの方からお伺いする、そして私なりのね意見を申し上げることもあると思います。特に私は YouTube で毎日200件以上のコメントが寄せられてますので、その中から共通したものをねこちらの方に公明党さんを通じて政権与党に届くと思いますんで、提言させてもらいますんでよろしくお願いします。必ずしもね私は公明党さんに対して怒りを覚えてるわけではないんですよ。ただすごくいい立場にいるのに自民党さんに食ってかかれないのはどうしたんでしょうかというね、もしかして自民党さんと同じような意向なんでしょうか、それとも便宜上共闘は組んでいるけども実は公明党は公明党で国民の生活とかね、未来を守るために実現したいことがあるんだけどもなかなかうまくいかないところなのかなと、そういうふうにもがき苦しんでいるところなのかもしれません。そういうのも込みでね、ぜひね公明党の皆さん創価学会の方でも結構ですけども、いろいろとねお話をさせていただきたいと思うんですよ。よろしくお願いします。私もね特にね意地悪なこと言いませんから、ただ国民の素直な声を届けながら公明党さんの、なかなかね遅々として進まないような現状もあると思いますんで、その辺でどのようにね私たち一般国民が協力していけるのか、和解していけるのか、力を合わせていけるのか、それがね、なんか一つでも答えが導き出せたらいいかなと思っております。ということで、いただいたパンフレットはしっかりと読まさせていただきましたんでね。で、こちらの方、一人一人これからホームページ検索して、どんな思いを持たれている方なのか、これからどんなことをね、してくださる方なのかってことをね、しっかりと見せていただきます。まあ、私なんかが評価して申し訳ないんですけども、でもまあ、言ってみればね、皆さん、党員の方っていうのは国民に雇われてるわけですから、なんでね雇い主より豊かなんですかと、余裕なんですかと、ちょっとその辺には疑問を持っていただいて、私たち国民は皆様の生活を支えるためにもね所得の半分を預けてるわけですよ。むちゃくちゃ苦しいですよまあそういうこともありますんでね、まあ財源論はちょっと別でまた話したいと思います。 MMT とかありますんで、必ずしも税収が皆さんの給料になってるとも思いませんのでね、その辺も腹を割ってお伝えできることが、またお話できることがあれば幸いです。よろしくお願いします。